皆さんおはようございます。真っ暗ですがこう見えておじチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。ただいま朝の5時前です。今日も出勤風景からお届けしています。残りの勤務日数は25日。昨日お休みだったんですけど、今日は出勤ということでやっぱり行きたくないなっていう思いはあったんですけど、頑張って準備できました。よかった。行きたくないな、嫌だなってその思いばっかりだとやっぱりどんどん行きたくなるんじゃないかなって思うんです。仕事中も仕事の嫌なところばかりに目が行ってしまったりとか、自分の心にも良くないなと思うので、今日は少しいいところ、楽しいところっていうのを見つけられるように意識をしてみたいなと思っています。どうしても仕事が嫌だったら、仕事以外の自分の楽しいこととか、そういったことを考えようと思います。ちょっと不真面目かもしれないんですけど。ということで、仕事場が近づいてまいりましたので、行ってきます。ただいま午後の3時です。仕事終わりました。はい。ということで、家に帰ってきて、夜ご飯を食べて、少しゆっくりしています。仕事が終わって、このゆっくりできる時間が幸せだ。今は、まだ、テイルズ・オーバー・ライズ、クリアできてないので、テイルズ・オーバー・ライズをよく遊んだりしてるんですけど、この時間が一番の幸せだ。今日は、仕事の中で楽しみを見つけたり、頑張ろうと思える何か、要素というか見つかればいいなと思いながら仕事してたんですけど、なかなかやっぱ簡単には見つからないですね。しかし、ほんの少しですが慣れてはきました。まだまだできてないところ、抜けてるところあるんですけど、それは自分自身でしっかりと明日から意識して一つずつそういった忘れてしまう部分だとか、まだまだ至らないところを改善していこうと思います。その積み重ねがどんどん仕事が楽しくなってくるところなのかもしれないんですけど、すぐにね、仕事が楽しいなんて思えるわけはないと思うんですけれども、これからも前向きに仕事の中で楽しみだとか、終わってからの楽しみっていうのを意識して、残りの期間も頑張りたいと思っています。朝がね、やっぱり、行きたくねーってなっちゃうんですけど、頑張るぞ。皆さんは仕事の中で楽しみだとか、何か見つけていますか？私のように仕事が終わってからの楽しみのことを考えるだとか、そういった方ももしかしたら多いのかもしれませんが、いいリフレッシュ方法とか仕事の中での楽しみとか、もしある方がいましたら共有いただけるととても嬉しいです。ということで、今日も皆様ご視聴ありがとうございました。皆様も一日お疲れ様でした。明日も良い一日を。じゃあね。